不労者のおっさんさん、テスラさんはスキャ時代、明日取引する銘柄を何を基準に決めてましたか？チャートだけでしょうか？どれだけ動くかですね。明日。その、ボラティリティがどれだけ大きいか。チャートというよりは、今日すごい動いて、明日も動くだろうみたいな。で、貸借とかだったら、空売りもできるから、そっちの方がいいなみたいな感じですね。ボブさん、スキャする場合に対象の選び方を教えてください。スキャはその日に動くのが大事なんで、結局上がりっぱなしとかだ、上がる銘柄を探すんじゃなくて、上がったり下がったりたくさんしそうな、どっち行くか全然わかんないけど、少なくともすごい大きな動きをするだろうなみたいな銘柄を選ぶのがいいと思います。テスラさん、こんばんは。負けてるので320円でお許しを。いや、めちゃくちゃ可愛いじゃないですか。200円でいいですよ。200円、一番安いやつはいくらかちょっとわかんないですけど。今、銘柄選定どうやってるんでしょうか。そうですね。でも基本なんかやっぱ決算期が多くなってきましたね。結局、大型株が多くなってきたんで、大型株ってやっぱり普段あんまり動かないんですよ。決算とかが出ない限り。まあ、あとは、すごい大きいニュースとか出ない限り。だから、パンダ派でもないくせに、値動き派なのに、それでもやっぱり決算期が、みたいな感じになってきましたね、今は。だから、逆に2月、5月、8月、11月は忙しいわけですよ、前半みたいな。逆に言うと、その前の月が勝ちにくいですよ。だから今10月でしょ。だから11月の前の月だから勝ちにくいだけだって言い聞かせてます。でも多分そういうことなんで、まあ、それでまあちょっとあんま焦ってないっていうのはありますかね。大臣さん、デイトレの際、前日のうちに取引する銘柄を決めていたとおっしゃられてたと思います。それは材料などがあり、とにかく値動きがありそうな銘柄であれば、どんな企業でも選定対象になりますか？何の会社か全く知らない、初めて聞いた銘柄でもでしょうか？そうですね。どんな企業の内容は関係なくて、ただ出来高であったり、時価総額であったり、板が自分の買いたい枚数が買えるのかどうかとか、あんまり薄いのだと、資金に合ってなかったらできなかったりとか、内容より、会社の規模とか値動きとか、そっちの方が大事ですかね。何やってる会社かとかよりは。ねねさん、テスタさん、ご自身の相性のいい銘柄と、どのように出会ってきたんでしょうか？エピソードなどあれば教えてください。相性いい悪いっていうのは、もう、とにかく何日か同じ銘柄やってて、ずっと買ってたら相性いいって勝手に判断しますし、値動きはあって、出来高もあって、すごいデイトレ向きなのはずなのに、全然勝てないってなると、相性悪いって判断するので、何日間かやってみたら、感じると思います。見ていた銘柄の多くがかなり高値まで行ってしまい、ここからは入りにくく、先週くらいからデイからスイングで入れそうな銘柄は見当たりません。銘柄探しのヒントがあれば教えてほしいです。その時間軸は人によって違いますからね。あとファンダでやってるのかテクニカルでやってるのかもみんな違いますから、自分に合ったとか自分の得意な分野とか得意な時間軸とか得意な業種とかを見つけて、絞り込んでいくと何か見えてくるんじゃないでしょうか。自分が働いてる業界とか詳しい業界とか興味ある業界とか、そうやって、最初は絞り込んでいって、で、それをだん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 広げていくみたいなのがいいと思いますよ。配当目当てでテスラさんの配当口座の銘柄を書くのはいい手法ですか？いや、いい手法じゃないでしょう。大体パクっても続かない気がするんだけど。まあ、で、結局そうですよ。僕が思ったのはそれなんです。聞いたとして、例えば僕もツイッターで稲穂したことがなんかありますけど、この人が最終的にどこで減らしたり増やしたりとか分かんないんで、なんかトータルで勝てなかったり、そこで地合い崩れて食らうみたいな。だから、井村さんのもそうですけど、だって三井松島なんか決算今回、石炭がこれ延長できへんみたいになって、暴落したじゃないですか。だからそれとかも自分の中でどこまでならって結局ラインを決めとかないとっていう感じしますよね。その人のやつを買ったり売ったりするときって、人のやつを見て買ったり売ったりするんじゃなくて、人のやつ見て、なんでこの人はここで買ってんだろうとか、どういう理由で売ってんだろうっていうのを考えながらやられ
らないと次につながらない気がするんで、もうそこが分かんないやつは買わない方がいいんじゃないかな。その分かってあこういう理由だって分かったら、そういう理由が終わった時に自分で売れるじゃない。そういう理由で、あじゃああの人はこういう理由で買ってるからあそこで売るんだなまで分かったら、そこの手前でちょっと売っとこうとか。そうですね。そうやって見えるけど、それが分かんない限りきっとそういう人って、まあ、大口の人だったりしたら、その大口の人は買った買って上がった後で買って、その人が売って下がった後で売ることになっちゃうから損しちゃうんですよ、ね、いやでも僕は何回も経験あるんですよ。ツイッターでそれをやってやってんのかよ。やってんの。いや、やってますよ。イナゴなんか。だから今でこそその誰かがうまいなって思う人を見てツイートしてんのを見て、なんでこの人これで買うんやろって言ってみて、あこういう理由かって分かったら、それでもまだ俺間に合うかなを考えて入るか、もしくは同じ条件の違う関連銘柄探そうかなっていうふうになりましたけど、最初はやっぱりこれ見て、買った、あとこの人が売るっていうのをちゃんと見逃さないようにするって言うけど、引けてから今日全部さばきました、ありがとうございましたって書かれて。今の時代、そんな個別名から薄いのをつぶやくやつ、ひどくなっちゃう。まあまあ。テスタさんの配当口座パクろうと思ったテスタさんを買った金額より高くなった。いや、そんなすごい。基本数。だってテスタさんも配当のってこう暴落とかで下がった時に足すって言ってましたね。いや、これね、でもね、これね、俺も思うけど、はい、人が買ってるすごい人は、昔俺も思ったことあるんだけど、はい、人が買ってるすごい銘柄あるじゃない、はい、で、あ、この銘柄いいわ、みたいな。この人が買ってんだったらめっちゃいいんじゃないっていうやつが、はい、その人が買った値段を提示してて、その人が買った値段が安かったら、はい、買いたくなるんだよね。なりますよ。めちゃくちゃなるでしょ、なるでしょ。でもあれ多分買った、その人が買った値段より上の方が買った方がいい。へえ。まだ逆やと思ってます、ね、そのでしょ。じゃあこいつよりいいポジション取れたぜって思っちゃいますよ。やっぱりね、自分で持ってて、はい、ポジション持ってて、はい、自分が買った値段で含み損の銘柄ってやっぱ自信なくなってるもん、ね、でも上がってる、あ、自分自身が、そう、上がってる銘柄は自信増してるから、だから買い増したいなとか、そういう目線で見てるじゃない。だから、そう、買った銘柄、下がった銘柄を買うのは、なんか危険な気がする。配当だったらいいんじゃないですか。その配当口座やからこその立ち回りというか。裏やろみたいな、それ狙いじゃないやろ。だから単純に利回り良くなってるはずじゃないですか。まあね、でもまあね、まあね、でも、そうなんですよ。いや、これは僕の人と一緒ですよ。やっぱね、でもね、そういう系の銘柄ってね、はい、やっぱね、下がってるやつって、決算やっぱ悪いよね。はい、ああ、まあまあまあ、そうそう、ね。そういう目的で買われてる。配当系の、なんかしっかりした銘柄で、なんか、ずるずる株価下げてるやつってやっぱ決算悪いから、なんかね、あ、逆なんだなって思うようになったよね。テスタさんの期待値を考えるというのは理解できてない気がするんですが、これは今投資すると何パーセントで何円勝ちそうで、下がるのは何パーセントで何までは我慢できると考えた上で、○○XXYY でプラスになるかを判断しているということなんですか。そうだすると、○○%が○○どういうふうに考えて計算しているんでしょうか。あ、これは、勘です。経験ですね。だから、簡単に言うと、こっから、じゃあ、2ティック上げて利確できるだろうと。ただ、最悪この1ティックで切ろうと。でも50%、50% だろうと。じゃあ、入った方がいいよね、みたいな。そんな感じですね。まあ、大体、半々だなとか、まあ、7割は勝てるだろうとか、この場面で入ったら、まあ、ほぼ勝てるだろうと。で、その時に、同時に、下げた時はどこで切ろうと。で、そこが 70%、まあ、ほぼほぼだったら 80% いけるんだったら、5分の1の値幅だったら、トントンになるわけなんで、下がね。っていう感じですかね。うん。まあ、それを時間軸長かったら、そういう材料とか、ファンダ、メンタルズとかを入れて判断するみたいなんですけど、もちろんその、パチンコとかと違って別に数字で出せるわけじゃないんで、
それは感覚ですね。ただそれの感覚がちゃんと合ってれば、その負けても別に、これはたまたまの、たまたま薄い方を引いた負けだなっていうことが感じられるので、それは感じられるようになったら、うん、大丈夫みたいな感じですかね。